太もも噛んだか？なんか痒いんだけど。あったかいから蚊がいる。いないよ。虫で思い出した。おい、アース製薬さんに大量のカメムシグッズをもらったんですよ。僕ちゃん虫御殿かって、虫屋敷かって。カメムシ屋敷じゃないって。僕の家のカメムシはまだ1匹しか出てないんだ。アース製薬さんからでっかい段ボール1個分くらい、 ASMR 用のマイクの段ボールと同じくらいでっかい、でっかい段ボールに、アース製薬さんが僕に頭1個分くらいのでっかい段ボールに入れてきたんですよ。なんかでっかい段ボールが届いて、何って思ったら、あの会社から転送されてきてて、なんだろうって思ったら全部カメムシグッズだった。でも言いたい、僕ん家には1匹しか出てないんだ。みんな5回なんだ。5回じゃない、1回。1匹が2回出たの覚えてるから、僕あいつの顔を逃がした後に戻ってきちゃったの。だから結局は1匹なんです。1匹しか出てない家とは思えない量の大量のカメムシ撃退グッズが届いてしまい、怒り浸透っていう話。カメクユに認知されていいな、何を言うてるんだ。だから僕はそれを頑張って倒しただけなの。頑張って追い出したの。青く虫と戦ってる時おもろじゃないね。あれはね、マジ我が家の住人としてはね、お母さんから話を聞いてまいりました。母親の証言としては、あーちゃんは頑張ったよねって。あ、僕あの家であーちゃんって呼ばれてるんですけど、あのあーちゃん頑張ったよね。だって本当だったら、今までだったら虫出たらお母さんが帰ってくるまで何もできなかったもんねって。僕は家にもし何かしらの虫が出た場合、満天大狂いして大暴れして絶対戦えなかったんです。今まで誰とももう何もできなくなって、お母さんが家に帰ってくる、またはお父さんが家に帰ってくる、または親戚が家に来る、それがない限り僕はもうその部屋を封鎖して逃げるという行動しかしたことない。ちょっとその証拠写真があります。今まで虫が我が家に出てきた時はこのように対処していました。こうです。わかりますか？これでわかる？密閉だね。僕は家に例えば虫が出てきた時はですね、扉をすべてガムテープで閉じ込め、このようにね、四隅をガムテープでもう絶対に出てこれないようにして虫を閉じ込めていたんですね。死体隠してる？違う、まだ生きてる虫をちゃんとしまい込むんですよ。わかるか、このガチ加減が。その後どうするんですか？その後はあの両親のどちらかが帰ってくるのを待ちます。そう、僕は虫が我が家に出てきた場合、先ほどのように一つの部屋に出るですよね。例えばリビングに出ました。これはちなみに小部屋に押し込みました。その小部屋から出ないように、パントリーから出ないように、全てを四隅をねガムテープで閉じ、お母さんかお父さんが帰ってくるのを待つ、そのようなね虫の戦い方をしていた僕が、なんと配信中に虫が出たということで、カメ畜生のことをどうにかしてやらなくては配信ができない。今までの僕だったら配信部屋防音室をテープで塞ぎ閉じ込めていたことでしょう。あ、ごめん、ちょっと虫出たから配信やらないわみたいな、しょうもない理由で配信をサボるような人間だったかもしれません。ですが僕は、聞いてほしい、ホロライブにどうしても入りたくて何年も応募し続けたこの気持ちを忘れず、大嫌いで超怖かったけど頑張って戦ったっていう、あれは最高にかっこいいシーンなんだ。なのに君たちと来たら、はあ、カメクユカメクユ、アース製薬さんもこれでカメムシいくらでも出ても大丈夫ですよ。ういういじゃないんだよ、かっこいいシーンなんだ。なのにみんなネタにするんだ。風吹先輩とミオ先輩に NG なしって言ってしまったせいで全部カメムシだった。僕のポッケにはカメムシではなく女性の涙を拭くためのハンカチだと教えてあげたのに、の中にカメムシって、そんなわけないだろ。さっきちょっとポロッと言ってしまったけど、とあるものを買ったんですよ。何買ったと思いますか？青くんが買ったものは何でしょうか？マフラーは、あの確かにマフラーはちょっと前に買って、その日美子先輩とご飯行った時に寒そうだったから巻いてあげたという経緯はあるが、その時の話もしてなかった。
ネタバレにはならないか。もうミコ先輩がしてたか。寒そうだったからマフラーをミコ先輩と水星先輩と僕とラデンちゃんと番長かながご飯たまたま一緒に行けて、この時期にどうやったら上着を忘れるんだって思ったけどミコ先輩が寒い寒いって言ってるからどうしたって思って見たら、あ、この人上着着てないって思って、僕のあのどでかいマフラーをねミコ先輩に巻いてあげたんだよ。そしたら道のど真ん中で青くゆキューンって言ったから、あ、バレる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 、いろんな人がバレるバレるバレるって思って、さすがに慌てたよね。そのまますぎます先輩、そのまますぎますって言って、キューンじゃないんだよって思って、ちょっとねあのね面白くなっちゃってね、直前まで僕がつけてたやつだから結構あったかくなっちゃっててすいませんって言ったんだけど、青くゆのぬくもり嬉しいよって言ってくれたから、あ、よかった。最近ミコ先輩僕のことイケメンじゃなくてなんか母性本能みたいなこと言ってるから、多分僕のこと、ま、なんかあのガキンチョだと思ってるかもしれない。なんか母性本能をくすぐられるみたいなことこの間言ってたわ。もしかして僕さらにまたイケメン枠から外れてしまったのか。嫌だ、いつまでも僕のことイケメンだと思っててほしいよ。姫ちゃんはそうだよね、青くんかっこいいから好きなんだもんね。食べかすついてますよ。ついてない、これほくろ